黒田良也は NHK 大阪放送児童劇団出身。ラジオ、お父さんはお人よし。テレビ、子供名作座、働く、おじさんに出演。教育放送の働く、おじさんでは、二代目タンちゃんの声を担当。香川大学小林寺憲法部 OB。私立高槻高等学校美術部 OB。夫人は、読売文化センター、旭カルチャーセンター等で。 色鉛筆画講座の講師を務める。元、経営環境株式会社代表取締役、マネジメントシステム評価センター、関西支社長、取締役を経て、現在、顧問。ISO 主任審査員として、企業審査を担当する傍ら、マネジメントシステムの有効活用セミナー、内部関西員育成研修等を全国に展開している。専門分野は、建設、 設計開発、その他関連の業務。審査員やコンサルタントを育成する活動として、働く、おじさんキュうえ講座、HP 工事中を主催している。中小企業支援専門家として、我が山産業振興財団、三重県産業支援センターにも登録している。ISOS 取得集記事、建設、ISO の今、建設、ISO の改定対応。 建設業の2015年版対応、気づきの質問力、内部監査が変わらなきゃ。ほか、ありがとうございます。